全日空機高知空港動態着陸事故とは2007年3月13日に高知空港で発生した全日本空輸1603便の航空事故である2010年8月に撮影された事故機2007年3月13日全日本空輸1603便は大阪国際空港を午前8時9分に出発し高知空港行きとして運航されていた千六百三便は 大阪から高知に向かう便の第二便であり、運航は子会社のエアーセントラルが行っていた。機体はターボプロップ機であるボンバルニア DHC89400 であった。エアーセントラルでは2003年から同系機が就航しており、使用機材の中では比較的新しい機体であった。午前8時49分、1603便は高知空港への着陸体制に移ろうとした。しかし、 ノーズギアが出ないとの報告があった。通常の油圧による操作のほか、手動操作でも前輪が出せるように設計されている機体だったため、全6 0 3便は前輪を手動で出そうとしたがこれにも失敗し、また着地の際の衝撃で前輪を下ろそうと、タッチゴーを繰り返したが成功しなかった。このため機長は最後の手段として胴体着陸を決断した。事故機は、 小型機のため、非常時に燃料を投棄する設備が装着されておらず、2時間、あまり空港上空を旋回し燃料を消費した上で、高知空港への緊急着陸体制に入った。この時、高知空港の滑走路は閉鎖され、滑走路横には、消防車等の緊急車両が待機した。空港脇には、トラブル発生の方により、報道陣や警察関係者が集まっていた。また、 この緊急着陸の様子は多くのテレビ局が生中継して全国放送された。1603便は午前10時54分に胴体着陸を決行し、メインギアのみを滑走路に設置させて、機種を水平やや髪型に保った状態で15秒ほど、滑走した後、緩やかに機種を下ろして滑走路と接触させながら減速し、機種設置の15秒後には無事停止して、 緊急着陸に成功した。機種株が設置する際に火花を生じたものの、火災は発生せず、着陸の際の衝撃も少なかったため、乗員乗客60名に怪我人はなかった。両方のメインギアが使え左右バランスへの影響があまり生じない状況だったことと、プロペラブレードの地面への接触による破損が発生しなかったことにより、機体へのダメージは最小限に抑えられた。機体には、 前足角の扉から約5メートルの黒いサッカー跡が残り、規定にある管制投更新用の通信アンテナは先端が破損していたが、胴体部の損傷はそれのみであった。この事故に際して、高知新聞は適切な緊急着陸操作を行った、機長の技量の高さがうかがえるとした。事故の影響で、高知空港は終日閉鎖され、航空ダイヤは大きく乱れた。 高知空港へ着陸するはずだった。定期便は高松空港や徳島空港への代替着陸を余儀なくされ、乗客はそこからバスなどの交通機関で高知へ向かった。この項目の記述は各種新聞報道に基づく、事故発生当日から原因調査が行われた。前輪が出なかった直接の原因は前輪格納庫の開閉扉を動かすアーム部に装着されている。 円筒形状の部品が本来の装着位置よりずれて機体側に引っかかっていたことであった。また、筒状部品を固定するボルト1個が紛失していた。ボルトで固定されるべき筒状部品が離着陸を重ねるごとに徐々にずれて機体側に引っかかりロックしてしまったためバックアップの手動操作も機能しなかった。事故調査委員会は事故原因となった前足ドア部を接合する。 筒状部品にボルトが入っていた痕跡がないため、事故機の製造過程からボルトを入れ損ねていた、可能性が高いとの見方を固めたという。またメーカーによるマニュアルのチェックリストに載っていなかったため、全日空は2005年7月の機体受領以来、該当部分の点検整備自体をしていなかった。そのため事故原因は、初歩的な製造ミスの疑いが高いという。これに対して、ボンバルディア社は、 大筋で製造ミスを認めており、当該機の引き渡し前に全客部全体をテスト午前交換した際に起きたミスである可能性が高い。したがって、ボンバルディア社の製造管理体制の不備を指摘する方向で最終調査が進んでいる。また、工述のように、当事故以降に主客が原因の胴体着陸事故が海外で頻発している。2008年5月28日。 国土交通省航空鉄道事故調査委員会はカナダのボンバルディア社での納入前試験で開閉装置を損傷した時の修理で前輪格の扉を開閉アームの支点部分のボルトを付け忘れたことが事故原因とする報告を発表しカナダ運輸省に同社の品質管理体制強化の指導をするよう求めた同社のトットヤング副社長は記者会見において 多くの皆様にご心配やご迷惑をおかけしたことを改めて深くお詫びすると陳謝し、事故後、修理マニュアルを具体化するなど5段階の改善策を実行した。安全性には自信を持っていると語った。ボンバルディア機の航空事故とインシデントも参照事故原因はメーカーにおいて、製造の最終段階で行われた、納品前検査時の損傷を修理した時にボルトを、 つけ忘れたことが原因であったが、同景気で頻繁に運行トラブルが発生していたにも、かかわらず、その原因の特定すら行われていないまま運行を継続していた。この理由は、当機種が YS-11 の後継機で、地方路線の主力機だったから、あるいは、日本が導入できる数少ない50から70メ級、キュターボプロップ機であったから、という見方がある。高知県民からは、 大きな事故発生の不安が強まっており、事故後は利用者や旅行代理店支店長から全日空への批判の声が上がった。負傷者こそ出なかったが同期における初めての重大インシデントであった。同景気を導入した日本航空グループにおいてもトラブルが続発していたが、全日空のように事故には至っていなかった。事故機となった DHC89400 は、この事故以前から主客を格納する。 油圧系統の動作不良、油漏れが相次いだほか、設計ミスによる配線不良や電子機器の故障が発覚しており、機体整備による欠航や離陸後に引き返す事例が多発していた。また就航した2002年から事故まで通算で88件のトラブルを起こしていた。さらに2007年9月には、スカンジナビア航空の同系機で着陸時に左出脚が分断して、 胴体着陸する事故が連続して発生したため、国土交通省の緊急点検の指示を受けて、運行時間1万時間を超えていた日本エアコンューターの3機と9000時間を超えていた全日空グループの2機が運行中止になった。以前にも全日空グループの DHC89400 では、2004年11月21日にエアー日本ネットワークが運行する便が、 高知空港で滑走路を逸脱して滑走路脇で動けなくなり空港を閉鎖させるオーバーラン事故や2006年2月9日に ANA1823 便の車輪が着陸前にすべて出なくなり手動で降ろすトラブルなどが起きていた3月20日には天草エアラインの DHC-8900 が熊本空港ですべての車輪が出なくなり手動操作で降ろすトラブルが発生している その後の2008年に入ってもインシデントは発生しており、8月12日に日本エアコミューター所属の同系機が大阪国際空港から離陸直前にエンジンを破損し金属兵を滑走路にばらまくというトラブルで滑走路が閉鎖する重大インシデントを引き起こしており、同系機のトラブルは根絶するに至っていない。 スカンジナビア航空は前日の連続事故の後の2007年10月27日にもノルウェーで胴体着陸事故を起こし当日をもってもはや顧客からの信頼を取り戻すことはできないとして同景気の運航を中止し路線から引退させたなお事故を理由にボンバルディア社の機体が運航中止になった例として2004年の中国東方航空の CRJ-200 がある事故直後 マスコミ報道における見出し上では、ボンバルディア機動隊着陸と表記されることがあった。NHK では、高知空港に動体着陸した全日空グループの旅客機といった表現を行った。事故から1週間後の JA849A 事故を起こした機体は、2007年5月になって最低限飛行できる程度に改修が行われ、伊丹空港へ改装された。 そこで本格的な改修工事が行われ、滑走路と接触した胴体全部の部分は全面的に交換された。9月には国土交通省による安全検査に合格し、旅客機として最終駅できる許可を受けた。しかし、連続して起きたカンジナビア航空機事故を受けて、全日空は、 飛行時間9000時間を超えていた機体を運航停止にして点検する措置を自主的に行ったため路線運行に復帰させることはなかった10月21日になって全日空は JAA849A について飛行を重ねて安心してもらう必要があるとして当面運航乗務員の訓練機として使用するために伊丹空港から沖縄県の下地島空港に改装したまた エアーセントラルの乗務員労働組合は事故後に行ったストライキにおいてその要求項目に同機種の整備体制強化を入れた2007年12月19日に全日空は離着陸を100回以上行って異常はなかったと主張し安全性に問題がないとして機体を2008年1月1日のいた未発高地域の始発便から路線運行に復帰させると発表したしかし 高知県の尾崎正直知事が遺憾を表明したため、方針を撤回した。2008年6月23日、全日空は、DHC-8 から400を3期、追加発注し2010年以降導入すること、並びに JA849A を、ボンバルディアに売却することを発表した。JA849A は2010年3月26日付で、登録抹消され、 ボンバルディア所有機となった後、2012年より、モンゴルのエズニス航空に引き渡され、機体記号値マイナス9919として、運用されていた。2014年11月にノルディックアビエーション、キャピタルへ売却され、機体番号を嫌となった後、2015年6月に、スカイサービスビジネスアビエーションへ売却され、機体番号シーグスキサとなった。 2016年3月にはオーロラへ売却され、機体番号 RA-67,252 となった。事故の直後に、国土交通省はメーカー及び、カナダ政府に対し異例の改善要請を行った。また、南国市の市長が、代替機の導入などを全日空に対して、早急に申し入れる考えを市議会で示した。しかしながら、購入してから時間が経っておらず、 ターボプロップが主流だった地方路線用の小型旅客機においても燃費が良く騒音が少ないターボファンエンジンを搭載したリージョナルジェットが登場し DHC-8 から400と競合していたターボプロップ機を生産していたスウェーデンのサーブはこのサイズのターボプロップ機の製造を中止ドイツのフェアチャイルドドルニエやオランダのフォッカーなどは経営破綻で消滅しメーカーでは リージョナルジェットへ注力するなど、業界の再編が進みつつあった。このため新規開発の計画はなく、大阪、高知線に就航できるターボプロップ機は、巡航性能や燃費の劣る、やや旧式のターボプロップ機を除外すると、ATR 社の ATR72 のみとなる。なお、日本で DHC-8-400 のような、 ターボプロップ機が多数運行されている理由としては、経済性だけでなく、大阪国際空港では1970年代を中心に激しく行われていた、大阪国際空港付近住民の騒音反対運動を受けて、1977年に、Z 機は1日200便以下などの条件が定められており、2000年代以降に登場した低騒音のターボファンエンジンを搭載した、 リージョナルジェットの多くがターボプロップ機より騒音が低いにもかかわらず、法規制の改定が行われていないこと、これ以外にも2本ある滑走路のうち1本は長さの関係で小型機しか使用できないことから、規制に当てはまらないターボプロップ機が増えたという背景もある。その煽りを受ける形で、大阪と高知を結ぶ路線に DHC-8 から400が数多く運行されている。 以前 DHC-8 から400が機体トラブル続出で運行休止になった際には、全日空は高知線をエアバス A320 に置き換えたこともあったが、この時には関西国際空港発着になった上に提供客席数を同じにするため、便数も大幅に減らされたこともあった。また全日空は DHC-8 から400より、 少し乗客数の多い三菱スプスジェットを発注しているが、これは大阪国際空港への乗り入れを狙った低層音機になる予定である。しかし、大阪国際空港のジェット枠自体が削減される動きがあるほか、早くても就航は2012年であり、DHC-8 から400に変わる適切な機体の発注は行われていない。また、日本航空もスプスジェットに スペックが近いエンブラエル170を発注しているが、騒音が低いとはいえジェット機であり、DHC-8 から400に変わるターボプロップ機の発注は行っていない。この他にもボンバルディア機には、日本の航空産業も部品を提供しており、部品のサポートに有利な面があることがある。ボンバルディア機動隊着陸60人。 全員無事高知空港高知新聞有刊2007年3月13日1603便の機材である DHC-89400 は後翼形式であるのに加えて胴体前半部を延長したタイプであるために機種を地面と接触させてもプロペラブレードの先端と地面の間にはある程度の距離が確保されるボンバルディア機動体着陸基調の技衝撃最小限全日空機 高知新聞。二千七年三月十三日。h t t p s w w w k o c h i n e w s c o j p 0七 b o n b a r u スラッシュ0 7 0 3 1 3 b o n b a r u 0 3 h t m 二零一五年二月二十二日閲覧 ?2007 年三月十三日付読売新聞有管。 同日付け朝日新聞有刊、翌3月14日付け産経新聞長官、ABCDEFGHIJKLM、航空事故調査報告書、エアーセントラル株式会社所属 JA849A まとめブログより、中央日報記事読売新聞2007年12月3日、小さなミスも3時招くボンバル機動隊着陸事故、最終報告書、 アーカイブド2008年5月31日、アットザウェイバックマシン、産経新聞2008年5月28日、調査結果を受け入れ再発防止に取り組む、ボンバル、副社長会見アーカイブド2008年5月31日、アットザウェイバックマシン、産経新聞2008年5月28日、高知新聞2007年3月13日夕刊。 高知新聞2007年3月14日、長官朝日新聞2007年3月14日、長官県大退期を要請全日空知事に陳謝。高知新聞2007年3月14日、高知新聞2004年11月22日付長官、NHK ニュース、同単位着陸機訓練用で、復帰2007年10月21日確認12時の、 NHK ニュース2007年10月11日の報道より毎日新聞2007年12月23日、カナダボンバルディア社 DHC89400 型機3機を、発注同型機 JA849A の売却決,決定、日本の旅客機2007-2008イカロス出版89ページ、高知新聞2007年3月15日付長官、 日本の旅客機2007-2008カロス出版89ページ、バンコクエアウェイズは死亡事故を起こした DHC-8 の代わりに ATR72 を導入した。ただし、グループ会社の日本エアコミューターはサーブ340の後継機として ATR42 を導入する一方、DHC-8 から400で運行している。 路線をグループ会社の JR に移管することで DHC-8 から400を事実上退役させる方針を決定し2016年から開始している。ありがとうございます。